皆さんで週末何してるんですか。おお、気になりますよね。何してるの。気になる。めっちゃ気になる。え、何してます。まずは掃除、洗濯をバーって全部やっちゃう。それやってから朝ごはん食べる感じなんか。朝ごはん作って食べるんですか。作って食べたり、あとグラノーラ食べたりとか。グラノーラ。グラノーラ。ジャレだね、いちいち。フルーツ切ったりとか。フルーツよく食べてる。あ、そうなんです。食べて、あとはあの。1週間分のお洋服を用意する。金曜日までの間に洋服リストを作っておいて、月曜日何着るっていうのメモに書いてあるから、クローゼット行って月火水木金土日って出してアイロンかける。ご飯食べ終わったら。信じられない。まあね。じゃあ今日この着てる服も先週の土曜日に決めた服なんですか。先週の土曜日に決めて、先週の土曜日にアイロンかけた服。え、デニムってアイロンかけます？かける、え、全部かける。でもこれあれです、また何ハリサーチできるのか。そうだね、何ハリサーチ、何ハリサーチでアイロンかけるかかけないかとか。そうですね、話してみないと、うん、その人のルールって。いや、だから俺何ハリサーチってすごいと思うよ。うん、私も多分人からはずれてると思います。ほら、だから私今それが本当に悩みで。だから悩みをこの前打ち明けてくれたのよ。そうなんです。常識って何ですか。深い。いや、深いのよ。だから常識って、常識って何ですかって言われた時に、確かに本当に自分の方がそれ常識なのかっていうのはちょっとこれ深いなと思った。自分のルックスに対してどう思ってるっていうか。いいね、いいね、いいね。気になりますね。ナルシストシーンなんだね。これは本当の話で、私中学校まで男子からブスって言っていじめられてたんですよ。私メガネかけてると相当顔変わるじゃないですか。まあそれはね。それはこれだよ。メガネに私おさえ髪だったんです。イケてる男子はもうなんか私のこと本当にいじって、なんか気持ち悪いブスメガネ、そう、本当にそういう風に言われてたんです。で、高校でコンタクトにしたんです、うん、そしたら周りの態度が変わって、で、そっから美容とかにもすごい興味が出始めて、で、そういうコンプレックスの上に成り立ってるっていうのはあります。努力あるかもね、はい、ってことは今のも自信はマックスって感じ。今度はなんか、あ、なんか容姿だけじゃダメなんだって壁にぶつかってる。私は中高大って女の子でしか育ってきてないから、うん、そういうなんかこうチヤホヤみたいなのは全然なかった。違う違う。幼稚園の年中3から高校3年生までずっと幼稚園先生になりたくて、なるなるなるって思ったんだけど、ちょっとなんかボランティアとかやっていくうちに、あ、ちょっと私違うかもしれないって思った時に、父親が、私がほんとベラベラベラ喋る子だったから、ね、ちょっとアナウンサーとか受けてみたらって言われて受けただけで、別になんかこう私自分に自信があったから受けるなみたいな感じでは全然ね、みなみでくんなかったんだ。なるほどね。本当に、だからなんか完璧な人ですね。なんだよ。素晴らしいなって。じゃあ今日楽しい飲み会でした。楽しかったです。まだあのこれからがスタートですからね、はい、ここからがスタートですから、これから頑張っていきましょう、はい、では参りましょう、はい、せーの、どんどんどさんこ、どさんこワイド朝。